今週はね、はい、視聴者の皆さんから質問をいただいておりますので、はい、それにお答えいただくということで、はい、何でしょうか。まず最初、いつも楽しく拝見させてもらっています、はい、石原純子さんがマンスリーということでぜひ伺いたいことがありましてお便りをさせていただきました、はい、石原純子さんの純という漢字がパソコンで出ないんですけど、はい、石原さんはいつもどうしてらっしゃるんでしょうかということなんですか。私の今の持ってるパソコンには出るんですよね。出ますか。あの機種によってはちょっと出ないものがあって、あの誠で出なければあと詩順って入れてみると順の字が出てくるんじゃないかなと思うんですけど、よくも台本とかこう見ますと手書きの時が多いんですよね、はい、手書きでちゃんと順って書いてあればいいんですけれども、糸編であったり糸編が、ね、三髄編であったり人弁であったり、その間違えられた時はやはり気分がいいものではないでしょうね。ちょっと慣れましたけど怖い慣れですよね、これも。やはりね、正確な字をね、書いていただかないことにはね。そうですね、言弁ですのでよろしくお願いします。本名はちなみに何とおっしゃいました。石原悦子です。悦子、はい、はあはあ、で芸名なんですけれども、私はまあ本名でいきたいんですけども、本名でいくとなんかすごい地味に終わってしまうそうなんです。石原悦子芸能界で、はい、はあ、石原を残すんであれば全部で31画にならなければいけないと結構この31画っていうのがなかったんです。あ、そうですか、うん、はい、他はもっとひどかったんですよ。例えばどんな風に言っても読めないっていう、はあ、あの敬うという字を書いて、愛子っていう、普通稽古って読むんですけどね、読めないですね、他にもいろいろありましたけど忘れました、うん